まそう、湯気湯だってうまそう。家の近くにあってるから毎日来ますよ。ね、東長崎は今日も雨だった。いや九州ロケちゃうかということで始まりましたよ。雨ですよ。雨ですが東長崎、はい、なんか菅原さんの、ああそうです、あの似た者同士のお知り合いが、どうしてもねちょっと、紹介したいということで常連さんが集う。そうです、そうです。東長崎の 99% 常連じゃないかな。お噂の居酒屋ということですね。そうですよ、これは楽しみですね。ぜひじゃあ参りましょう。楽しみです。時はそうっぽかった ね。いいね、なんかね、やっぱりこう下町風情っていうかさ、まあね、もうこっちはもうすぐ、もう何もない。もうちょっとですか。もうあれ正面だね。ああ、赤い赤いあれが目印ですね。新装開店して、前のお店がこの反対側にあったんだけど、これはもうね、とてもお店じゃなかった。あ、写真で見た。すごい、なんか掘ったて小屋、掘ったて小屋、だから立ち退きになって、あ、それはここに移ったんだ。そうそう、前の店だったらね、正直ね、紹介できなかったんじゃないかなっていうか。いやいや、そんなことないですよ。お、見えてきましたね。ビーシュ、ビーシュ、ビーシュ、居酒屋ビーシュ。今日のお店はこちらです。はい、失礼します。お、失礼します。どうもよろしくお願いします。お世話になります。あ、弊社ご無沙汰してます。どうも、先日はいいお店をご紹介いただきました。ありがとうございました。メニュー第2弾というので、どうも今日はありがとうございます。20年、20年までいかないか、15年ぐらい、まあ、20年近いと思いますね。創業というか開店はいつ頃でいらっしゃるんですか。大体1999年頃だと思います、ね。ああ、そうですか。またお二人でつまんない似た者同士ってね、テロップ入れますからね。じゃあさ、うなぎの蒲焼きとかダメだ。楽しいな、バブルの買い方。ほや、ほやってなんだ。この先あるでしょ。いや、ほや言うと思ってない。ほや、我らくっつくるよ。あ、やっぱダメだよ。それダメだよ。マグロとね、ほや、いいの、この横並んで。なんか勝手に、勝手に自分の出すとこは10円引きとかない。そういうのやるといいんじゃないね。食べました。はいはい、いただきます。あ、これがほら、おお、ありがとうございます。マグロ、はい、あー、マグロ、はい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 。うわー、あー、おーおい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 、スラウト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 、そのまんまスタート。ビールと酒でビーシュなんだ。でもこの望月さんになって、料理をもともと肉がいじれるのかな、焼肉屋さんの経験があるから。ああ、そうですか。初めてです。おいしそう。カレー串、こちらの名物なんですよ。そうですね、松本とカレー串。あんまりないでしょ。あんま聞かないですよね、カレー串ね。
それはカレー串。これ昔からある。結構人気あるんで、みんな頼んでるんだけど。あれやっぱあの炭で焼くとほんとしっとり焼けるね。ハツの取ってハツとレバーの間。ハツとレバーの間。繋がってるところ。ああそうだ。これ意外と取れないですよ。ね。ね。ちょっと普通のハツより少し歯応えがある。そうか、ちょっとね。ポリポリね、ポリポリは出しないで、うん、でもそれ、これはすごい、あとは美味しい、美味しいね。あ、どうもどうも、久しぶり。どうも美味しいよ。スズラも知ってるんだけど、はい、おとこちゃんあ、すいません、大丈夫ですか、YouTube よろしくお願いします。あ、お世話になります、お世話になります。ありがとうございます。誠さん、こちらが、はい、あ、楽しみにこの後ちぎり、ちぎり、月広島、半層くれたらいいな。何ですか、ちぎりって。ちぎったんだ。食べやすく、骨をガリ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 やるんだ。お願いします。すごい、すごい。これでまだ腰の葉っぱだから、骨が入っちゃいます。骨入ってんだ。本足ちぎり、ちぎり、月広島。でも美味しそうだね。すごい美味しそう。通常バージョン、あ、これが通常バージョン、これは通常バージョン、あ、そうだ、これはちぎりだ。いや、美味しそう、本当ちぎりだ。酢味噌ですか。酢味噌に言うと思ったんだよ、今酢味噌って言っちゃったよ、俺と思ったんだ今美味しいですね。もうね、しっかり食レポお願いしますよ。ちぎってあるからもちろん食べやすいんだけど、なかなかこういうサービスしてくれるお店ってないよね。豚足のちぎりっていうのはなんか初めてな気がする。ちぎりって言ったのは俺だけだもん。ああ、だからないと思う。ないよね。俺30いくつまで豚足って食えなかった。俺ももう人食べてるの見てる。そうそう、これでも癖になるね。そういや、これうまいこれ俺初めて食った時、十何年人生損したなと思ってこれはやみつきになるわ、うん、これうまい。なんかいろいろ食べれてすごい素敵、いいじゃないですか。まこちゃんもやっぱ20年前ぐらいですよ。いや、自分のことは7年ぐらいですよ。まだ若手なんだ。もう超若手です。この辺にお住まいですか。あ、私も地元なんですよ。地元は人気ってあんま来ないんですよ、うん、あんま合わないんで、逆にこう、なくなってクリチー、クリチー来た。クリチー、クリチー、これが噂の、これが噂のクリチーですか。食べ方としては、はい、こうやってちぎって、ちぎって、チーズをちぎって、今日、明日、秋バーガー、うまい。クリームチーズと何が入ってるんですか。で、かつぶしと、うん、シソ。おお。ほんのちょびっとだけでは醤油さ。ああ。これだけあれば結構。え？食べ方初めてだな。これは本当日本酒の当てでも、いや、悪いこれやったんじゃないの。うまい、いや、うまい、うまいです、のこれはうまいわ。これで350円安いよね。これワインにも合うんですね。あ、どうぞ。ロマネコンってありますよ。本当だ、オリーブが、うん、うまい、うまい。もう全体的にうまい、うん、これ全然違うでしょ。松井さん、これ売りにしたもいいですよ。いや、美味しいですよ、ね、結構23年タイトルもうすでに売りです。おー、ありがとうございます。おー、来た来た。あ、来た来た来た。キムチ豆腐スープです。キムチ豆腐スープ、うまそう。あ、うまそう。湯気入れなくてうまそう。美味しそう、本当美味しそう。うまいね。卵が入ってるとかって言って。卵どれしたの。あ、ヘイミさんのとこに行ったんだ。当たりだと。500円だよ。あ
味がさ、キムチの辛さの中に優しさがある。すごい。ただ辛みだけじゃなくて、ね、うん、盛り上がってきました。B酒が仲間の皆さんも。これはあれでしょ、 B 酒からの、はい、誕生日のお祝い限定、ありがたいですね。ありがたいです。大変だよ、貢献度によって。あ、お店への貢献度によって。そうだよね。俺今マイナスポイントだもん。ステージがなかなかないですよ。すいません、誠さん、すいません、ありがとうございます。どうも、いただきます。おめでとうございます。ごちそうさまです。いやー、あの、誠さん、こんな、はい、近くにこんないいお店があって羨ましいですよ。くつろげて、あ、俺家の近くにあったら毎日来ますよ、ね、絶対に。レミさん、ありがとうございます、はい、本当堪能させていただいて。じゃあビーシュさんのビーシュに乾杯。ビーシュさんのビーシュに乾杯。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 ビーシュに乾杯